皆さんおはようございます。私はこの磯田康雄ですね。今年で71歳になります。66歳の時に外国語大学へ行きまして、英語を勉強を始めまして、69歳で英検1級合格になってますね。で、現在は英語系 YouTuber で様々なこう企画をやりながら皆様と一緒に、レベルアップということでやっております。まあね、私の趣味でやってる、まあ年金生活者なんでね、毎日が日曜日ですから、こういうことを楽しみにして、もうとにかく作ってみんなと一緒にやろうということで、ボランティアでやっております。社会貢献ですよね。で、まあ、そんなわけで、まあ、私のやり方に共感を覚えて、よっしゃ協力してあげようという方が何人もおられて、でそういうボランティアのね、結構英語の達者な達人の方なんかが来られて、おかげでいろいろな企画ができるようになってます。全ての企画はね、全部無料で参加できます。どなたでも、その代わりこのメルマガ登録と動画登録をねやってもらう必要がありますが、それさえしたら自由にどなたでも来ていただいて、いろんな内容のものに接したり、あるいは個人相談もやっておりますのでね、そういうこともみんなできます。全てボランティアがやってますので、無料でできるようになってますね。今他やってる連中言ったら、もうみんな金儲けやからね、もうほとんど9割がそうじゃないかな、9割がね。だからもうあることないことふい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 吹いて素人をばー寄せて、もう金ぼったくってるという、この、英語業界の現状にね、もう把握が我慢ならんぞということで、真面目にやれと、もうちゃんとここはやるって、そのから1円も取れへんぞということでやっております。だからね、他のチャンネルから睨まれるんだよな。こんなことやられたら価格破壊やもんね。0円やから、価格破壊やってないから、それはまあビジネスやってる人から見たらね、気に入らんやろと思いますよ、このチャンネルはね。はい、いうことですけども、一般に勉強してる方にとってはもうベストなチャンネルだと思っております。その代わりぶっちゃけ正しいことをブツッと言うから、まあそれがあんまり直接こう答えすぎて嫌だという人もいるみたいですよね。まあそういう人もいるわね。まあそれはしゃあないわね。そんということで、まあ今日はどんな話ということで、こういうことですよね。はい、まあ、昨日ね、この間あった英検試験の筆記試験ですけども、合格発表がありまして、一応、磯田塾からは、1級が4名出ております。筆記試験合格者がね。で、私が聞いてますのは、あとそれ以外準1級で1名と、2級の方1名。ね、この準1級、2級はね、結構合格されてても、こっち行ってこない人、連絡してこない人多いんだと思うんですよね。なんか、まあ、あんまり止まってる、別に言う義務も何もないわけだからね、それは自由にしてもらったらいいんだけれども、まあ、なるべくだったら教えてもらったらね、ありがたいですよね。ああ、この人、この人、合格されてよかったなということになるんですけども、まあ、それはもうご本人の自由ですから、いうことで、まあまあ、私が聞いてるのはそれだけということですよね。ですから、こういう、まあ、見てもらったら分かりますけど、小さなチャンネルでね、実際にアクティブな会員っていうのは、おそらく100名前後だと思うんですよね。まあ、見てもらったら分かりますように、登録されてる方が、まあ、1500名近くおられますよね。で、実際に私はまあ会員って呼んでるメルマガ登録されてる方ね、まあまあ300人以上はおられるんですけどね、そのうち、まあ、積極的にこう会員にちょくちょく顔を出してこられてる方っていうのはまあ100名前後っていう感じですよね。で、まあその方をまあこちらしたアクティブメンバーって呼んでるんですけども、そういうアクティブメンバーの方の平均的な2級前後かな、ちょっと上か、まあそれぐらいだと思うんですよね。で、その方全員を1級以上にするというのがもうこれが私の目標でやっております。いうことで、まだ今のところはまだ4人だけなんですけども、それにしたってね、こんな小さなチャンネルで英検1級合格者4名出せるとこって、もうそれ他ないと思うんですよね。英検1級合格者って最近はもう本当に少ないですからね。まあ、最もまだ筆記試験なんですけどね。ちなみにこの方々に対してはもう積極的にこの面接試験の特訓をやっていきますのでね。まあ、事務局の竹川さんと連絡取って、スケジュール組んでやってくださいということですね。はい、ちなみに下のメニューありますよね。いろんなものがもっと見るやつ、あれをクリックしてもたらガサッとこうプルダウンメニュー出てきますので、そこに竹川英会話スクールの竹川先生の説明とかアドレスが載ってますのでね、そちらに連絡していただきましたらスケジュール組んでもらえますということでやっております。で、
まあね、英語ってね、根気よくずっとやり続けなきゃいけないということなんですよ。で、根気よく続けた結果、こういう4名の方は合格されてるっていう方ですよね。で、なんちゅうかな、初心者、まあ普通ね、ここはもう全然ビジネスと関係なくボランティアでやってるからいいんだけれども、ビジネスとしてやった場合はね、こんな1級とかの人を対象にしたら、もうほんまビジネスってあんまりうまくいかないんだよね。数も少ないしね。だからビジネスとしてやる人はほとんどが初級者とか、まあ2級以下のレベルの人を狙ってやっていくわけですよ。で、まあそういう右も左も分からん人に、おいしい話をして、1日20分、2ヶ月で英語がペラペラになるとかね。私の講義を30分聞いてもらえば、もうすごいレベルになるという、まあそういうことを言ってとか、あるいはその、なんだ、50万円コースとか20万円コースとかね、もうそういうのを作ってるんだけども、まあね、あんなことようやるわと思って、で見てましたらね、まあ引っかかる人ってのはほとんどが初級者なんですよ。もう右も左も分からないから、そういうのに釣られていくんだと思うんですけども、まあ普通のね、町場の英語会話教室とかありますよね。ああいうところでも行ってる人、やってる方から話聞きますとね、初心者は3ヶ月でほとんどが辞めるそうです。ほとんど辞めません、3ヶ月でね。なんで辞めんのって言ったら、一番の理由はないけど、動機がもうない、もうモチベーションもなくなったっていう だからそもそもね、はっきりした理由も何もなく、なんとなく英語ぐらいできたらいいかな、ほんならちょっと通ってみようかという、そんなんで来るんですよ、初心者っていうのは。ほとんど右も左も分かんないし、ほんならまあ看板見て、ああ、ほら、あったらええわとか、YouTube で言うたら、おお、うまいこと言うてるな、ほんならこれ行ってみようとかなるわけなんですよね。で、まあ、ほとんどの方は3ヶ月で辞めます。続かないんですよね。これが現状なんですよね。で、まあ、中級ぐらい、中級というのは大体英検2級以上ということなんですけど、まあ、この方になってくると続くんですけど、まあ、大体この辺に壁があって、嫌気さしちゃうんですよね。だってそこから上へ行こうと相当やらないと上へはいけないんですよね。で、その重圧に負けて、まあもう1級2級レベルだったら、なんとか多少なんとかね、ビジネスでもやっていこうとやっていけるんですよ、2級レベルでね。だいたい2000時間ちょっとですよね、かかってやったら、なんとか格好はつくので それでまあいけなくはないから、それでもう安心して、そのまま10年20年同じレベルっていう、そういう人も結構いるんですよね。ですが、それを打ち破って上へ行くっていうのは、非常にもう限られた人だけっていうことになっていってますね。で、まあ、それを多くしていこうというのは、こちらの目的でやっております。だから、どんどん来ていただいたら結構なんですけどね。まあ、最終的には、本人の意思ということですよね。まあ、一応、こちらでは、やってる内容っていうのは、1級、準1級対処した英作文とコーナーと、それから面接の特訓と、それから、まあ、私がやってます、レクチャーと、ニューヨークタイムズ読解とか、いろいろやっておりますのでね。メルマガ取っていただきましたら、そういうのがわかります。個人相談会もやってますしね。そういうのがわかります。まあ、そういうのに参加していただきたい。そしたら、まあ、道も見えてくるというか、やる気も湧いてくるというか、そういうことだと思いますよね。まあね、初級者の方ってのは、やってるんだけどね、本当続かないよな。本当に見事に続かないですね。だから、いわゆる町場の英語会話教室とか、それから YouTuber なんかでも、しょっちゅうこう、おいしい話して、わーわー言うて集めてるでしょ。あれ集めておかないとザルで水すくうのと一緒なんですよ。もう水着だったら8割やめていっきょんねんからね。だからもう絶えずこうザルでもう水すくうようなことをやってガバガバ稼いでるという、まあこれが彼らのからくりなんですよね。まあ悲しい現実。まあそれがね、やる方が悪いのか、行く方が悪いのかってこともあるんだけれども、まあこれが現実だということですね。まあここはね、比較的、まあそのやる気のある人を対象としてやってるので、まあそういうのは少ないですけどね。まあそれにしたって、そんな、来られた方全員がアクティブメンバーになるということはないというのが、これが現実ですよね。でも、来られて、人間関係がね、きっちりできてきた人っていうのは、やっぱりずっと続いておりますよね。そのためにも、グループの中に入っていただくのが一番、刺激になっていいと思います。で、最近やってて、昨日も言いましたけど、LINE ですよね。スマホを使った LINE、あれなんかは結構こう、よく役に立ってますね。だからよくやるのもやってよかったなと思います。で、それとね、今度は、ニューヨークタイムズのやったのを、限定配信で動画配信します。限定動画でね。ですから、
こちらの会員になっていただいて、会員の方で私のところへ見たいというリクエストを来た人に対してのみ URL を送ってますので見れるという、そういうシステムにしております。そんなとこが今日の話なんですよね。で、寒いですけど、頑張ってこれから、すいません、ちょっと取り忘れてたんがあるので入れます。っていうのがね、次の日曜日のニューヨークタイムズ読む会の記事を、2つばかり出してありますので、ちょっとそれを見てください。いうことで、どうぞ。この記事をやりますのでね、2つとも比較短くかつ分かりやすい記事で、ちょっと内容的に面白いかなと思ったんで選んでみましたということです。じゃあまた。